それでは早速この、G7 の、コンビネーションディミッションスケールの中に隠れている、どういうサウンドかっていうのをちょっとやってみたいと思いますけども、その前にちょっとじゃあ、譜面はちゃんとした譜面を添付します。今トレーニングなんで、サウンド的にはこんな感じです。ちょっと聞いてみましょうか。G7 フラット9というサウンドです。テンポは今100でやっています。よく聞くのはこういうのがありますよね。マイケル・ブレッカーとかジョー・ヘンダーソンなんかもこういうのですね。これを使ってるわけですね。